今日はこちらのミニブリーを使いまして和と洋のおつまみレシピを紹介します。椎茸の石突きを外します。ちょっとオリーブオイルをかけていきます。そしたらこの椎茸をトースターで加熱します。このミニブリーに味噌を塗ります。また改めてトーストしていきます。何でも合いますね、ミニブリーは。和だろうが多分中華だろうがエスニックだろうがカレーだろうが何でも合うと思います。懐が深いチーズだなと思っています。トマトと、柚子胡椒のソース、はい、こちらをかけていきます。仕上げに、ハーブ、今回はパセリのみじん切りをちょっと振りまして、こちらで完成です。ミニブリーと椎茸のオーブン焼きです。この刻んだじゃがいもをボウルに入れて、これに塩をします。そしたら、じゃがいもを焼いていきます。少し弱火で、はい、焼いていきます。なんか大きいブリーはなんかたくさん仲間が集まってきた時に切り分けながら食べるっていう、小さいブリーは夜一人でお酒片手に一人時間を過ごすのが好きなんですよ。その時の相棒がやっぱり一番いいですかね。こちらの、はい、ミニブリー、熱々のこのガレットの上に乗せます。サワークリームですね。あと味のちょっとしたアクセントにピンクペッパーなんて。できました、ミニブリーとじゃがいものガレットです。皆さんもぜひ作ってみてください。